なんだか場違いなとこに来ちゃったなと次はハーモニカでエントリーしたいと思います。お気楽亭結構と申します。また一緒の、いや、なんかな、お前さんと気が合いそうだ、飲みましょうね、飲みましょう、お、こちらこそよろしくお願いします、本当に、飲みましょう。いや、あなたとはなんか他人のような気がしませんよ。ああ、本当ね、ああ、ところでお前さん、いや、この近所なのかい？うちはね、近いですよ、こう、降りてってね、この下降りてくと、酒屋があるでしょ、酒屋の手前をね、右入ってくる、右入ってきて、3軒目の白いポストがあるうちが、私です。え？この坂を降りつつ、坂屋の手前に曲がって1軒目、2軒目、3軒目の白いポストがあるうち、何言ってんの？そこ、私の家だよ。ちょっと、変なこと言わないでくださいよ。私の家ですよ。俺ん家だよ。私、何言ってんすか？私ね、生まれた時からあそこに住んでんだ。あかんこと言うんじゃないよ。え？俺ら昔からあそこに住んでんだ。俺ん家だよ。私の家です。俺ん家だ。変なこと言いやがって。冗談じゃねえよ。なんだこの野郎ってやろ。おお、面白い。表出やがる。なるほど。ちょっと。お客さん、お客さん。喧嘩しないで。やめてくださいよ、喧嘩はね。いつもこうなんだから、もう。本当に困った親子だ。おもろいね。今日は得した気分で。ちょっとゆっくりまたぜひ長い話。はい、イエーイ。いや、落語はここでね、見られるなんて思わなかったから、もうすごい得した気分ですね。ぜひ常連になっていただいて、そうですね。毎月出ていただきたいと思います。アルテミュージックファクトリー90回目おめでとうございます。いけばあと10回、すなわち来年の4月は100回目。なんとかね、それまで皆さん生きてれるか。Close the sea.
りちらちら。あれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。ご機嫌だぜベイベイ。もう平和の祭典やね。もI'm not afraid to die.